はい、イズログです。今日は、まあね、今日も休みなんで、まあさすがに滑っておこうかなっていう感じで、今ちょっとリフト乗ってます。で、やっぱりね、昔に比べてスキー熱が冷めたなっていう感じですね。はい。で、今日何を話すかって言ったら、いや電工ですよね。今電工2種の勉強をホテルでやった寮でやってるんだけれども、いや受かる気しないね。でやっぱりその計算問題全部捨てて行った方がなんかいいのかなっていう感じになってきましたね。で特にあの公式が多すぎますよね。それがね、もともとそもそも数学ができ、数学も算数もできない俺にとっては苦痛でしかないから、ちょっとこれまずいなって感じです。まああと電気の基礎理論とか、あとは電圧効果とか、そこら辺の計算問題は鼻くそもできません。うん、公式は覚えらんない、やっぱああいうの嫌いだからね。どうしようかなっていう感じだから、そこを捨てて電気理論とかを捨てて、あとは配線図で絶対間違わないみたいな感じかもね。うん、道具とかね。あとはちょっと過去問ダウンロードしたりとかして、ちょっと芝居行かないと、ちょっと今まあ1月なんだけど、ちょっと厳しいね。んで、まあ、ちょっと寮でも風邪は流行ってて、まあ、それでちょっと体調悪くて1月の中旬らへんは実は勉強してなかったですね。勉強できるほど体調良くなかったんで、ずっと寝てました。なのでまあどうしようかなっていう感じだよね。まあ、さすがにね、まあ、一応1回は一通りは受けてみようかなっていう感じで、そんな感じのスタンスではいます。はい。まあ、一応受けてみてだよね。あとは過去問ダウンロードして、それを見てどうできるかっていうのをやってみないと分かんないですね。とにかくあの配線図だけ絶対間違わない、もう基礎理論は全部×でいいから、それ以外は全部丸みたいな、そんな感じでやっていこうと思います。で、あとは3月までですね。まあ、かなり今第10年に一度の寒波が来ちゃったんで、あれですね、家の屋根雪を下ろすのと、あと確定申告とかいろいろまだ残ってるんで、まあ、あとは家具を入れてベッドも作って、まあ、フルオープンしようかなっていう次第でございます。はい、そんな感じですね。まあ、あとは今年のね、そのゴモリプレイスオープンまでにね、エアコンとか取り付けとか、あれ行こうかどうか微妙っすね。金高いんで、なんか金があんま思うようにたまらないという感じがしてきてるんで、何が高いかっつったら、やっぱガソリン代ですよね。それまでにあと飲み食いしたお金とか、そこら辺がちょっとやっぱり高いですね。ガス代だけでも5万とか来ちゃってるんで、なのでまあ節約をしながら、それでもね、のらりくらり行こうと思ってます。で、今年に限っては誰か一人ね、外ごもりプレイス来てくれればいいなって感じです。で、フルオープンね、できたらしようかなって感じです。だから、ね、試しに土を持ってみて、むき出しの水道管ね、土を漏れる気力があれば土持って、あれだ、あれをやる、ヒーターが巻いてあるんで、それでやってみてって感じっすね。でもあれヒーターね、実は5アンペア1本食うんで、あれが何本あったの、 1,2,3 4本ぐらいあるんだよね。だから地味に20アンペアって1個のコソケットで使うんすよ。だからあの家ってさ、20アンペアで20アンペアのメインブレーカーだったんですよね、単層2000式で。あれ冬場アンペア計算してヒーターをで凍結防止ヒーターを置いたのかっていう、すげえ疑問が残りますね。絶対さ、ブレーカー落ちるもん。だからすごい不思議な家でしたね、あれは。なわけで、まあこんな感じ
1本ですね、動画撮ってみました。まあ、それまでにいろいろ参考になるかもしれないところをちょっと回っても見ようかなって思います。ではでは。